はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、今回からリュートやっていきたいと思います。リュート、それはヨークランド最強の戦士。今その最強の戦士が生まれ育った土地を離れることになるということで、やっていきましょう。こうやって見るとヨークランドも広いね。行けるところがあんまりないから狭く感じるけど、母ちゃん一人残していくのは心配ですと。ちゃんと働くんだよ。そのここの通貨がさ、どれくらいの価値があるかわかんないけど、結構金持ってると思うんだよね。母ちゃんを頼むぜ。3万くらい持ってたと思うんだよね、確か。こうして旅立った一人の若者、母親は女で一つで彼を育ててきた。それなのにこんな年になっても何もせずブラブラ、すね家事のくせに母親に迷惑ばかりかけている。それでもなぜか近所の悪ガキどもには懐かれていた。そんな彼の名はリュート。一年発起、母親の元を離れてただ自立するとか、なんかそんな感じだったね。金は3万5千あるからね、食うには困らないと思うんだけど。まあいいや、ちょっと武器を、よし、オッケー。じゃあこれで旅立ちましょう。このシップの乗船は許可しない。許可しないって言われてもこれに乗らなきゃどこにも行けない。トリニティの貸し切り、端っこの方でいいんだ、一人ぐらい乗れるだろう。ごちゃごちゃ言ってると逮捕するぞ。俺が何したって言うんだ。どうした、トラブルか。司令モンドじゃねえか。いえ、何でもありません。ほら早く帰れ。シップに乗りたいのか。場所はある、乗りたまえ。親分の方が物分かりがいいな。いや、そりゃそうだろ。下っ端が勝手に決めていいことじゃないだろ、乗せるとか乗せないとか。ここまで入ってこれんだ。乗せてもらえて助かりましたよ。私もヨークランドの出身だからね。ところでこのシップはどこ行くの。マンハッタン。開くんだ、羽みたいに。リュート、で、ここに用はないんでクーロンへ行こう。さまざまな出会い。サンダーって連れてこれるよね。ちょっとヨークランド戻ろう。まあ、本当はね、仲間をいろいろ集めていきたいんだけど、リュート編はもう一回でパパパって終わらせたいんで、兄貴。なかなか辛いもんだな、家には帰れない。OK。サンダーが仲間になった。うん、まあまあの強さだな。回復が欲しいんだよね、本当は。クーンはね、生命の雨持ってたけど、こいつどうしよう。なんか装備させとこう。リュウサ、砂の器。他、ゲームの一撃も別に大したあれだかんな。特にこれといってなんかすげえいいやつがあるわけじゃないんで、ちょっと腕力でも上げとくか。キパの守り腕力5上がるんで、これで93になってる。よし、これいこう。で、ここからもう一回クーロンへ戻って、で、そこから大海に行きます。大海に来たら艦長に会いに行きましょう。ここの料理が好き。オウミに来た時にいつも言っている。ネルソンの味付けであっさりしていてたくさん食べられる。ネルソンの人かい、初めて見たよ。普通の人間じゃないか。え、どういうこと。ネルソン、あ、そういうこと。普通のモンスターとかって意味じゃなくてね、まともな人ってことね。トリニティの宣伝じゃリージョン海賊っていう話。一度うちの船に来てみないびっくりするよ。艦長、お時間です。じゃあね、ごちそうさま。またどうぞ。ハミルトン艦長、
って、こっちじゃない。そこから船に乗ってネルソン。これは姉ちゃん何してる？姉ちゃんではない。私はこの間の一等パイロット、れっきとした士官。失礼しました。あ、ちょっと待って、もう一回話しちゃったよ。で、艦長室へ行きますか。お、結構豪華だな。独立戦闘任務艦ビクトリア、艦隊行動が基本のネルソンでは異色の船。トリニティのある人物の行動を監視しているモンド。君もよく知ってるだろう。モンドさんかい？ちょっとシップに乗せてもらっただけ。知り合いってわけじゃない。そういう意味ではない。君の父上の意思を裏切ってトリニティへ、翻った男のことだ。何の話？父ちゃんがモンドさんと知り合いだったっていうのか。本当に何も知らないか。てっきり父上の意思を継ぐために接触してきたものだと思った。父ちゃんの志、反トリニティの活動家。活動の最中に新婚の奥さんを残して亡くなった。母ちゃんは何も話してくれなかった。だいたい赤の他人の名前も聞いてない。艦長さんがなんでそんなことを知ってるんだ。ネルソンは小さなリージョン、強大なトリニティに対抗していくためには、より多くのリージョンの、より多くの人々の協力が必要。そのために情報収集をしている。本艦の任務はモンドの監視。監視中に彼が秘密裏に基地を建設しているのを発見した。本艦はいつでもそこへ突入できる体制を整えている。ネルソンはトリニティと戦争する気なのか。戦争にはならない。モンドはその基地の存在をトリニティにも秘密にしている。彼個人、文字通りの秘密基地。大きな野望を抱いている。トリニティ全体を一人で支配するような。話がマジだかシャレだか分かんなくなってきた。突入はいつでも可能。参加したくなったら来てくれと。まあ行こう。やるぜ。これ艦長さん、あ、いるよね。艦長さんは他のキャラで仲間になんないんで、ちょっと能力がね、しょぼいんですよ。しょぼいって言ってもさ、初期能力強いよね。ヒットポイント340あるから。一応リーサル二丁拳銃にしておいて、で盾装備させて、回復用の最高傷薬を1個で、まあ、めんどくさいからパワードスーツ、これ着るのが一番早い。で、強化服着せて、あとなんか2つみたいな。結局は、あ、これでな、ウィンドシェル、運動性と集中力が上がる。これ2つ装備させよう。よし、このメンツで行こう。すっげえ不安だけど。目標若津。若津にモンドの基地があるのか。これはトリニティ艦を探知、ホエールタイプ。一応タイプとかあるんだ。モンド機関のお出まし、幸先いいね。あんなでかい相手に歯が立つのか。ネルソン魂っていうのを教えてあげる。最大戦速、敵艦との衝突コースを維持せよ。体当たりする気か。両舷砲船用意。いや、いっぱいいる。ちょっと大砲なんだね。なんかブラッククロスのさ、ブラックレイだっけ、あれレーザー撃ってたよね。ホエールの死角に入った。多分大きさが確かに全然違う。撃ち方始め。これリージョンの中でも弾飛ぶの？リージョンってどうなってんの？まあ、イメージ的には宇宙なんだけど、別に宇宙とは違うからね。かなり痛みつけたようだね。敵艦に乗り込む。白兵戦だ。小型敵が離脱。若津へ向かいます。
戦闘をやめ、小型艇の追跡に移る。ボンド。さて行こう。本当は艦長さんの技を覚えたいんだけど、多分そんな暇がない。艦長がどれだけ火力出せるかだよな。一応二丁拳銃持ってるし、リーサルの二刀流になってるんで、いいか。戦闘が遅い、例によって最初は。で、サンダーなるべく使いたくないから、地響き5パンか2か。精密と地上走者しかないからね。1100。切り返して2500で、やっぱ強えな、竜と。何も吸い取らない。メイリューストロームは敵がいっぱいいるときにはね、いいんだけど、単体とかだと、ちょっとな、何使っていこうかなって感じだね。てか、なんだこれ、どこだ。切り返しファング。げっ、ガード取った。やるな、最強のモンスターをファングクラッシュをガードするとは。あ、ここだ。3人、仲間がね、5人いるだけで全然違うけど、まあしょうがない。で、なんか手に入れたよね、今。カチャってなったし。待ってんだけど。バカめ、自ら死にに来たか。モンドが引き連れてるモンスターも、所詮雑魚だな。これ間違って吸い取ることだけ、気をつけなきゃ。で、多分、これがカチッとできるはず。よしよしよし。これで進んでいく。こんなのがさ、若津にあったの、なんか雰囲気全然違うよね、若津っていう雰囲気と。敵もな、めんどくさいから戦いたくないんだよな。え、なんだ、スライムみたいなのがいたのかな。戦闘回数は引き継いでないから、モンドは一番弱いはず。うん、なんかよくわかんないけど、なんかカチって取るよね。で、下へ行って、お、なんか変なやつがいる。え、どうする、戦ってみる。なんか艦長覚えるかもしれない。こっちまで来れねえし、艦長なんか覚えるかもしれないからね。行こう。げっ、ボスの音楽だ。ムツキさん使いたくねえ。ちょっと一回だけ使おう、巨人で。メイルストロームのちょっと威力を見ておく。で、リーサル攻撃3900か。効かねえし、480しか当たんねえのかよ。マジか、ちょっとそもそも効きづらいのか。259、400くらう、やべ。なんかモンド倒せるか分かんなくなってきたな、この戦力で。鉄風撃、こいつにすら勝てるかどうか分からん。ちょっと待って、めちゃくちゃガードされてんだけど。いや、生命の欲しかったな、ユニコーン。カープリ性がここで覚えたか。死んだ。ヒットポイントは400と100。ツキさん一回使おう、ウツキクラッシュ。これで決まってくれ。5000人倒せねえ。ゲッシュ、全滅した。マジか。
仲間だけ集めてくるか。ゲンさんだな、やっぱり。ちょっとゲンさんは必要だ。何？ゲンさんがいると。セリフがある。モンドは基地を作るために若津を滅ぼしたのか。許せん。そうなんだ。狂人よ、もう負けはしない。見せてやる。スクラップメンバー、ムツキ山水使ってこう。ムツキ山水、多段切り、ちょっと待って、草薙、あ、そうか、草薙か。で、グランドヒットのメイレンちゃんは十字砲か。メイレンがね、ガードされてる。二丁拳銃持ってないんだよね。あ、本当はメイレンの代わりにエミリア入れるのが良かったんだけど、ちょっとめんどくさかった。完全にガードされてるな。クーンはね、やっぱり回復薬、生命の雨めちゃくちゃ使えるっていうのが分かったから。グランド十字砲、十字砲か。弾なくね、2300しか当たんないだから。てか月さん使いまくってるけど、ちょっともう節約のため、あ、やめとこうと思ったら倒した。巨人はいいや、吸収しない。黒曜石の剣、あ、手に入るものとしては悪くないね。いらないけど正直。あ、いるか。 T260、草薙よりは黒曜石の方が強いんじゃないか。64、あ、いくつ、66。草薙の方が強いわ。そうするとやっぱり草薙の剣序盤で入る割にはかなりの高火力だよね。ぽいとこに来た。これはロボか。うちには RB3 型を倒した最強のロボがいる。オメガタイプじゃないけど、それでも十分戦えるはずだ。でかければいいというものではない。リージョン界をするのは力、それがまだわからんのか。いいや、理解している。愚か者たちよ、今から力の意義をお前たちの体に直接叩き込んでやる。それはこちらのセリフだ、モンドよ。最強の力見してやろう。ムツキ山水、まあまあ全然打てるね。多段切り、まあいつもの通り。多段山水一番にして、グランド十字砲、これ多分技登録されてるから2600か。バルカン、バルカンって感じじゃないけどね。 ECM、 うちのメカ大丈夫。パターンは一緒。ムツキ山水、ムツキ山水、多段切り、グランドヒット、十字砲か。なんかもうこの連携だな。多段山水、多段切りとムツキ山水が2つ入るとだいぶ火力が違うんだけどね。まあ、まだ大丈夫。十字砲か、弱え。人型になった。なんだ、ドリルみたいなの持ってんな。グレートモンドなんとかって書いてある。グランドットが入ってるな。でも1万5000がいくか。ハイパーバズーカ、え、ガードされた。盾持ってんの、左手に持ってんの盾か。さらにパーツ交換。お、めっちゃスリムになったと思ったら完全に人型戦闘マシンだね。クーンが意外にやべえな。そう、クーン耐久力ないからね。まあでももうここまで来れば押し切れるか。グレートモンド調子、カウンター ECM、
これで終わりだ。長身といえど、何？市中攻撃痛そう。でまだ全然いけるね。押し切ろうこのまま。前段発射。グランドヒットが6400。倒した。あれまだいる。長身が最後かと思ったけど、ゲッ、なんかよくわかんない。一回回復させるか。リュートがバックパック持ってるんで、最高削り薬でクンで攻撃の攻撃の生命の雨で、こっち何だった。魂なんだ。もう残りかすか。おお、なんかカスタランチャーみたいなの見た。え、自爆か。やっぱり残りかすか。もう「ごめんください、リュート殿はお帰りになっておられませんか？」「バカ息子、帰ってないよ。ここにもいないとなってどこ探したいんだ。夜が終わったんだ、帰ってくれ。誰も彼もあんなアホに頼るなんてどうかしてる。母ちゃん、さっきからいたのか。泥棒みたいなのにすんじゃないよ。みんなが俺のことを追っかけ回す。疲れた。お前も少しは人様の役に立ったってこと。出かけるのかい？父ちゃんの墓参り。父ちゃんの親友だった人が亡くなった。その報告、今頃向こうで会ってるかもしれない。その人、父ちゃんと仲が良かったんだ。母ちゃんが焼けるくらい仲のいい二人だった。リュート殿、トリニティ特別顧問会議にお戻りください。そんなんやってんだ。逃げない、リュート。あんたが顧問なかったら世の破滅。お待ちください。なんとかなるさ。というわけで、一応7人クリアしたんで、なんかこう開発室みたいなのいけるんだよね。全部作りきれずいくつかカットされてしまった。君は何か悪いことをしたことはないかな。え、いや俺は悪いことなんてしたことないよ。嘘は良くないな。いや、何を悪と捉えるかだよね。どこへ行かって監獄じゃねえのこれ。開発中のディスペア。何もないけどゆっくりしていけ。そんなん言われても帰ろ。これ帰れない。セーブもできない。なんかこのメンバーだな。なんか戦闘とかあるの？サガフロワン俺別に全部やったわけじゃないんで、この開発室自体に入るのは初めてなんだよね。まるで帰れんのかな。いや帰れねえな。いやこっちにも行けない。え、なんだこれ。あ、言い忘れたか、このマップは開発中だけど出口もない。ひどい。ここから出たかったらむやみに動き回らないこと。それではじゃあここに突っ立ってないってこと。帰れた。まそんな感じで、ちょっとあとはこいつヒューズ編が残ってるんで、開発室はこの程度にして、リュート編終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。